前科3番893番チョイキ太郎です。本日のお話はいただき女子リリちゃんことね、まあ名前はいいです、皆さんわかってると思います。求刑が出ました、名古屋地裁で、懲役13年罰金1200万円。この方、この女の子、まあ25歳の女の子なんですが、何をやったのかって言ったらですね、まあ恋愛感情を悪用して男性から現金を騙し取るというようなことをしたとされているわけですね。まあ SNS でも話題になってましたし、まあ、目立つ存在であった。で、まあ、借金を返済しなければいけないとかって言って、男性3人から1億5000万で、その所得を申告せずに4000万円を脱税した。犯罪収益でも課税されるってことになっておりますの で、いずれも起訴内容を認めている。で、その理由としてはホストをナンバーワンにするためにということで、ホストにほとんどそのお金を使っていたっていうことなんですね。で、まあ、この本人も反省していますしっていうことなんだけど、まあ、この求刑13年、重いか軽いかって、普通で言ったら重いです。軽いじゃないです、重いです。殺人事件でもこれぐらいとか、強盗とか、だから詐欺ってそれぐらい重い、それぐらい重いっていうことです。で、おそらくこの求刑通りで判決で言ったら10年は下らない、10年ぐらいの、実刑になるだろうと予測されます。で、やっぱり感覚的にはなんか重いなって思う人もいるし、こういったようなホストだとか、こういう女性を毛嫌いする方には当たり前だ、長く行けというふうに思うかもしれませんけど、普通で言ったらこれ重いと思います。私はこれ8年ぐらいの求刑で実刑5年ぐらいが妥当かなっていうふうに思ってたんですけど、ここは同情する余地もあるんですね。実はこの共犯者というか、今日は分離してますんで共犯とは言えませんが、この金を集めていた、取っていたホストは、まあ、逮捕されて、組織犯罪処罰法でもやられてますし、で、このもう一つはこのマニュアル、要するにおっさんから金を取るマニュアルっていうものを作成して売っていたっていうものも、このホストに言われて作ったっていうことなんですね。そしてまたこの子は、まあ、感情の起伏が激しいっていうか、まあ、精神的なこともあるし、育成過程において父ジップからひどい暴力を受けるということもあった。そういうことを加味してでも、やっぱりこの重い求刑を打ってきてるっていうことなんですね。で、私これ実はこの昨日の名古屋地裁に草加さん、裏社会ジャーニー、そしてサイズ社出版社の編集長の草加さんが上場証人で立ってるんです。リリちゃんの方の上場証人で。で、私草加さんとは協調の本があるぐらい親交が深いんですが、この件に関して一言も喋ってないです。実はその内容を聞いて しまえば私もリリちゃん側の気持ちになっちゃうんですよね、やっぱり、うん、そのどうして草加さんがそれをそうすることになったいきさつだとか、そういうすごい深い親交があるわけじゃないんですけど、いろいろこの逮捕する前にやり取りがあったっていうことで、草加さんに頼らざるを得ないぐらい、その頼めるところがこの子は少なかったんじゃないか。ホスト界隈を除いてしまったら、まともな大人に助けを求めるとかなかったんじゃないかっていうことだと、ちょっとかわいそうには思います。家庭環境には恵まれてないし、友人関係にも恵まれてないっていうことになってくると、それは思うんですが、ここで私がなぜ草加さんと喋ってないかって、ちょっと私が角度が違う考え方があるんですね。実はこの重い求刑っていうのは何かっていうと、これ要は渡した側のホストが組織犯罪処罰法というふうにこの犯罪で逮捕され起訴されてるってことは、もう反社扱いですね。どう見てももうホストイコールもう反社というような感覚で言ってになってます。社会がこれがホストグループの中でもホストをやってる人たちでもまともなとこもそうでないとこもありますけど、もう今の社会の中でじゃあ履歴書に元ホストクラブ3年10時ナンバーワンになりましたっていうことを履歴書に書いて採用する会社がほとんどあるかってない。だからそれぐらい潮目が変わってしまった。少し前だとテレビのゴールデンでホストという人が出てきてお茶の間を逃げます、そういうような肩書きの人たちもたくさんいました。今も活躍してる人たちもそれが全面で押し出せなくなってしまったぐらい、今回この1年この数年のところのホストの、売りかけ問題ということがもうそういうイメージになってしまいました。ホストにいましたよ、5年いましたよ、じゃあ使ってくださいってならないですよね。そういうことです。残念ながら履歴書に書けないような職業になってしまったということです。まあ元々書いて書かない、水商売で書く人はあんまりいないと思いますけど、まあそういうような状況です。で、ここで言っていると司法の場はどういう見方をしているかっていうと、このリリちゃんも確かにまあ言ったら鉄砲玉です。ヤクザで言ったら鉄砲玉、鉄砲玉でも殺人は殺人です。親分兄貴分に言われてから行けって言われて行きました、だから私は罪がないですとは言えないんですよ。実行行為をやってしまってるっていう事実はあるわけですよ。なのでここが今から言うこの女の子、
上司の子たちも、私は貢いで言われたままにやりましたが通らないですよっていうことです。ここが重い求刑、重い判決をやってきたら、こう打ったらこういうことになりますよっていうことです。知らなかったら通らない、分からなかったら通らないっていうことなんです。それでもホストに入れ上げて、それでもホストで課金するようなことをするんなら、あなたたちも同等ですよっていうことです。これはね、これを言っていく中で、私がやっぱり今の若い子たち気の毒だなと思うのは、そういうことをどこでも習わないです。教えてもらわないです。小中高大学でも習わないです。そのまま世の中に掘り出されて、こういったところにボンと、さあこれからもう4月になりますね、地方から大学就職進学たくさん都会に来ます。そして必ずや誰かが餌食になって、こういうふうに犯罪に巻き込まれて、自分が犯罪行為をするようになるんです。それは小中高でもどこでも習わないんです。教えてもらわないです。知らなかったじゃ通らないです。だけども知らなかったじゃ通らないけども、こういう重い刑罰を科すことによって、こういうことだぞ、知らなかったら通らないぞっていうことです。それを私は一生懸命言ってくるけど、あんまり聞かないんでねみんな聞いてもらえないんで、大人も分かってないです。なぜこういう罪になってこれだけの求刑が できてくるかって仕組みは皆さん分かってないです。少し前だったら、あの殺人事件でも、もう私が昭和の頃だったら殺人でも13年重いな、10年ぐらいです。10年13年15年、これ殺人事件と同じぐらいの求刑を打ってきてるってことですよ、平成一桁昭和のって。で、犯罪をしたことに対するお金に対して課税はできないっていう風に言っていたんだけど、これざっと計算すると、1日あの労役とは違うんで、この罰金払えなかったら加算されていくんです。払えない分だけ罪がもっと長くなるってことなんです。これそうすると彼女10年以上出れないってことになります。まあ25歳で10年で35歳って、私から見ればまだ若いんだけど、普通の若い人たちの感覚だったら25歳から10年ってもう絶望的ですよね。はい、まあ絶望したらなんとかなるんですけどね、なんとかなるんですけどね、まあ本人の反省の弁とかね、何かこういうふうにって言っていますけど、もうやっぱりそこがもう本当に自殺で、逆にいやこれだけの、まあ申し訳ないです、知能レベルって言ってもいいでしょう。そこがそうなってない子たちがこの社会の餌食になってくるなら、休憩受けてて泣き出す、感情で 2分間中断になるっていうような、そういう子なんです。まともに生活できていけるような状況じゃない精神的だったり知能的なレベルの子が、こういうことを巻き込まれても大人の刑務所に行くってことです。保護はされません。でよかった、あのいいよそういうことしなくてってならないです。私はこういう子たちが刑務所に入ってくる、上司は知らないですけど、男の刑務所でこういった知能レベルの子、そういう精神レベルの子たちが刑務所に入ってきて、その行く末を見てます。悲惨なもんです。かわいそうです。いや、なんでこんなことになっちゃったのか、そういうことを、私みたいなヤクザ以外のことで法律違反をすることはない人間と、窃盗犯、薬物犯、ピンク系性犯罪の人が一緒くたになるんです。その中でヒエラルキーでどうなるか、こういった子がやっぱりいじめられて中で辛い思いして、でまたシャバに出てもまた再犯を繰り返す。一度刑務所に入ったらもう外か、もうどうにもならないです。まあ今回刑務所のね、改革がされていくっていうことですから、どうか、でも刑務所は刑務所であのバラ色になるわけがないので、このような状況でね、彼女が長い懲役を務めるということになりますけども、これは女の子でもこれだけのことになりますよ。適当なことをやって、男からおっさんから軽い気持ちで金を巻き上げたら、こんな重い刑罰になりますよ。実行行為として殴った蹴ったさらった殺してもないんですよ。だけどもこうなるっていうことです。詐欺行為、金品をこう騙し取るっていうことが、こういうような形が、ましてやそれがホストに貢いだっていうことです。まだこれ自身の中で違うんですね。これ自身がどうこうして自分のことで使った使わないっていうことであるならば、もうちょっと量刑が下がってるんですよ。これ実は自分の欲得で言った、これが自分のブランド品を買ったって言ったら組織犯罪でもないですし、本人は組織犯罪処罰法になってませんよ。ここの元のところは組織犯罪になってるわけです。 1.5 割増しですから。だからそういうことを影響、その金がじゃあどうなっていったか、彼らを増長させることでどうやって社会悪になっていったかっていうことを今司法は見てるわけですよ。このホスト業界、ホストの仕組みが悪だというふうに検察は思っているわけですよ。これに対して裁判所がどう答えるかって、すごい大きな判決が出るんです。これ飲食店水商売の闇っていうものをもう法律の方から見ているわけですよ。もうこれはアウトだよっていう風な判決が出て、これが確定すれば右へ習いになります。あの皆さんが思ってるより簡単なことじゃないんですよ。これこういう仕組み、金額がわからないもの、1000円のお酒を1万円で売る行為が
正当か正当じゃないかっていう話です。呼び込んでメニューに書いてあるものと実際中入っていったものの金額が違ってるか違ってないか、そしてこの働く人たちの雇用の問題、時間はどうだ、労働基準法に照らし合わせて、あるいはその雇用形態、保険証、そういったもの、税金面どういう風にしてるかっていうか、しっかりメス入れてったら全部ブラック、もうみんなアウトなんですよ。こんなの正直言ったらルールが決まっていることに照らし合わせていったら水商売の雇用形態ってみんなアウトですよ。すごく大変になってる日々で、申告一つでどうするんですかって話で、ね、あの源泉引かれてます、どうこうなってます、店側が源泉引いといて申告して納めてないってことはザラにあるわけじゃないですか。だけどまあまあまあ言ってる方も分かってない、給料明細ももらってない、いくらもらってるかいくら働くか分かってないっていうキャバクラがほとんどですよね。ね、あんまり言っちゃいけませんけど、時間外勤務がどうなってるかっていうことをしっかりやってったらもう成立しない業界ですよ。遅刻の罰金、急に休んだところの罰金って本当はいけませんよね。でもそうでもしないとやっていけないのは、店側の側に立ったら本当に全く言うこと聞かないし、約束も守らない、先ほど言ったって来ないとかいうことがあればね、それはそうなんですよ。でもそういった業態がそもそもどうなんですかって問われる、ホストだけじゃなくてね。そんなことって言ってるまで見ててください。3年4年5年でどんどん変わってきますよ。万博が始まる、世界からいろんな人が来ます、その時に風紀を取り締まる、これは毎年そうです。そうやってソープだとかそういった違法な風俗店が取り締まって閉鎖していくっていう流れなんですよ。これは今回も来ますから、必ず来ます。そこに対応できるだけのことをしとかないと、今の若い経営者たち分かってないですよ。そこをそうやってどん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 崩れて潰れていって、大阪でもソープがラブホテルに転換したり、そういうものがなくなったりっていう風にしているわけですよ。特に大阪はもう一回嵐が吹き荒れるんじゃないかなっていう風に思ってます。以上です。はい、チャンネル登録高評価本当に皆さんありがとうございます。一気に増えましたね、よかったです。言ってつきましては、今極道楽園と書いて極道パラダイス、極パラ講談社フライデーデジタルからの連載しているものが、あの単行本第2巻が注文できます。3月6日発売です。よろしくお願いいたします。以上です。